子供たちに夢を、その言葉は大人たちの身勝手だろう。誰もが皆きっと言葉ではなく背中見て育った大人たちが本気で夢を描いて生きるのなら言わずもがな夢はリレーして行けるはずなのにね経済が発展して物は溢れそれイコール幸せでないことを知って今どんな夢を描けばいいんだろうわからないからもう一度瞳を閉じて子供たちに送りたい優しい未来をまぶたの裏に映そうこの街を大きなスクリーンにして鮮やかなイメージを描けたら明日ならもうここにあるよなく欠かされたよ何になるかそれを聞く前に何をしたいかそう問うべきだろう例えば医者になるそれは一つの手段なんだ困る人を助けたいと言えたら迷うことなどない涙を禁じ得ないくらいに成し遂げたい何かが胸にあるのならこの指止まれそう声を隣にいる仲間に心を開こう誰もが皆一人で遥かな夢を描く時代は終わったそれぞれの彩り重ね鮮やかなイメージを描けたら明日ならもうここにあるよNEEDS の暗闇が今僕らを包み込むだけど怖くはない暗闇の中いつしか人は夢という